おはよう。はい。ちょっとね、久しぶりにハムちゃん以外のね、あの動物と遊んでくるから、ちょっとあんたらはお昼寝でもしといてね。じゃあ、お留守番頼んだよ。タピちゃんとアポちゃんや。はい、これおやつ。これでも食べてゆっくりお留守番お願いします。はい、どうも皆さん、こんにちは。元気にしていますでしょうか。今日はね、3連休ということで、奈良県に鹿がたくさんいる公園があると最近知ったので、行ってみようかと思います。今回は、ハムちゃん以外の動物と触れ合ってこようと思ってます。では、早速行ってみましょう。はい、ということで到着しました。ここは興福寺というところです。ではね、歩いて鹿を探しに行きましょう。まあ、お寺はあるんですけれども、なかなか鹿は見当たらないということで、鹿じゃないですね。この子も鹿じゃないですね。犬は多いな。これは鹿。似てるけど鹿ではない。ということで、全然見つからない。どこにいるんだ、鹿。ということで、焦ってきましたが。鹿せんべいというものが売っていました。これは犬かな？犬に見えるけど、鹿じゃないですか。やった。ついに見つけましたね。ということで、興福寺には鹿がいることがね、わかりました。子供たちが鹿にあげてるのは鹿せんべいです。鹿にあげるためのお菓子なんですね。でもあんま食べてないですね。かわいいな。僕の個人的な話なんですけど、鹿の王という小説をね、読んでからちょっと鹿に一度は会いたいなと思って、ついに来れたということで、念願の夢が叶いました。ラッキーです。結構凛としててかわいいですね。まあ、角はね、安全対策のために折られてるんで残念だったんですけれども、まあ、これでもかわいいなと思いました。ちょっと歩いていくとね、別のものがあったんですよ。興福寺にはなんとね、シェフフェスタというね、食事専門のフェスがやってたので、ちょっと色々見てました。かわいい。なんかかぼちゃのパンとかも売ってたり、ピザも売ってて美味しそうだったんですよ。でもこれ1100円するんで、ちょっと高くて手が届かなかったし、もう大行列だったということでね、今回はパスしました。で、僕はね、こんなもん見つけました。1食5000円もするランチっていうのがね、フェスでやってたんで、面白そうだなと思ったんですよ。まあ、見た目もおしゃれですよね。でも、まあ、この騒がしい中で食べるにしてはちょっと微妙かなと思ったんですが、こういうキッチンとかもね、あって本格的だなとも思いましたね。今回僕は何を食べたかというと、コーヒーを飲みました。コーヒーはね、なかなかね、こうやって一から入れてくれて本格的で美味しそうだったんですよ。やっぱコーヒーってスターバックスとかで安く飲めるんですけれども、まあ、丁寧にこうやってじっくり入れてくれたコーヒーっていうのもまたひときわね、味わい深くて良かったなと思います。まあ、味自体も苦味もなくてね、後味がすっきりして、とっても美味しかったです。まあもちろんこの公園に来たんだから僕が座って横にね、いるのは鹿さんということでね、鹿さんと一緒にゆっくり楽しんで飲みました。とてもいい思い出になりましたね。こういう若い鹿さんもいます。まあ、コーヒーの香りがすごい独特でね、気になるみたいでペロペロしてくれてますけど、この鹿さんに今餌をあげてるのは外国の観光客ですね。まあ、外国人もとても多かったということでね、これが今回いきなり結構一番びっくりした発見ではあります。まあ、もちろんお尻は白いですよ、鹿さんは。帰ろうかなと思ってた時に、なんと鹿の喧嘩にね、遭遇しました。もうびっくりしたんですけれどもね、鹿の鳴き声が聞けて、ちょっといい経験だと思いましたね。で、ちっちゃいね、観光客の子がね、こうやって餌を与えることによって喧嘩を仲裁しようと思ったんですけれども、でもまあ、虚しくね、できなかったということですね。まあ、僕も気まずい顔してますが、でもなんとこの観光客の女の子がね、餌を頑張って与えることによって、まあ、喧嘩を仲裁することに成功しました。すごかったですね。さすが、まあ、ちっちゃい子はね、世界を救いますね。はい、ということで皆さんどうも帰ってきました。まあ、鹿さんは可愛かったんですけれども、他にもね、面白いこといっぱいありましたね。特に観光客が奈良県って意外に多いんだなってことに今日は気づかされましたね。これから食事にします。キッチンがないから、結局パスタをチンして、ソースに絡めて食べることしかできないんですけど、まあ、たまには料理作りたいなってめっちゃ思いますね。まあ、大学生の頃はよく料理してて、すごい楽しかったんで、早く引っ越したいなと思ってます。ということで皆さん今日も見ていただいてありがとうございました。この動画が面白いなと感じた方はぜひチャンネル登録などお願いします。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。